ダットさんは、日産自動車のブランドである。本項目ではその両方について小説する。旧ロゴマークダットさんの由来は、日産自動車の源流である、橋本マスジローが設立した会心者まで遡る。1914年に完成した自動車には、支援者であった、田健次郎、青山六郎、竹内明太郎のそれぞれの頭文字である、D、A、T と逃げる。 ウサギのように非常に早いことの例えであるダットのごとくにかけてダット号と名付けられた。会心者は実用自動車製造と合併し、社名はダット自動車製造となった。1930年に小型乗用車の試作車が完成し、社名をダットの息子の意味のダットソンとした。ダットの定義はデュラブル、アトラクティブ、トラストワースに改められた。 たださんが日本語の、孫に聞こえ演技が悪いということから、1932年に、英語で同音のさに変え、ダツンと、ダットさん会の吉崎良造が命名。1931年に、相川義助が設立していた、戸端大物と合併し、1934年に社名を、日産自動車へ変更。ダットの名は消滅し、ダットさんが、ブランド名として残された。 ダットさんはブランドと同時にトレードマークでもあり社名にも使われた。市場によっても使い分けがあり。例えば日本ではサニーのペットネームで販売された乗用車も米国市場ではダットさんブランドが付されていた。その米国市場ではメーカー名の日産よりも何倍もの認知があったにもかかわらず、海外市場での日産ブランドへの統一以降は日本市場において日産車の 社名として唯一存在していたダットサントラックが2002年の排出ガス規制で日本国内向け販売を終了したためダツンの名称が一時期途絶えていたダットサンブランドとして販売される車種の形式としては数字部分の10の位が1の乗用車と2の商用車が相当する 2.0L 以上の排気量設定があった初代フェアレディ Z は例外で中型乗用車用の 三が与えられている。2012年3月20日、当時日産自動車 CEO のカルロスゴーンによって、新興市場向けの低価格ブランドとして、ダットさんの復活が発表され、合わせて新しいロゴも公開された。2014年から g を手始めとして、インドネシア、インド、ロシアで製造、販売を開始した。また、パキスタンでは、2020年初頭から、 ダットサンブランドのピックアップトラックの生産販売を行う予定。ダットサン1 1型。日産に吸収される直前のダット自動車製造で生産された150台のうちの1台インド。編集南アフリカ。編集インドネシアネパール。編集スリランカ。編集ロシアベラルーシカザフスタンレバノン。編集ダットン1 5型ロードスター510。ブルーバード。 ダットさん 510S30 フェアレディ Z、ダットさん 240Z、ありがとうございます。